男性もそう。ついに始まるの？
出発特別便、出発6０分コース4番窓口です。これなければ、いらっしゃいませんでしょうか。観光船マリンシャトル、マリンルートは違ったルート航行いたします。本幕ふ頭と迫力のある眼下にクレーンを間近でお楽しみいただけます。港横浜に来られたお間に、手ぞろく、ぜひご乗船ください。出港のお時間となります。 Yeah.
けだった。Thank you.
さあこのまま行きますといいコース取りにはなると思いますが、さあどうでしょうか、勝ち取りの方ですね、かなり難しいレース展開にはなっていたかと思うんですが、今そうですね、ちょうど今まっすぐか少し陸側に頭向いちゃってるかな、あちょっとこれは陸側に向きすぎちゃってる感があるので、あこのままだとまた結構まっすぐ陸側に向いちゃいますよ。そうです、ギリギリのところでなんとか旋回をしまして、今体勢がまたまっすぐになりました。さあ皆さん、あとは前に進むだけです。まっすぐ進んでくださいね。そうですよ皆さん、まっすぐと進んでいってください。このまま行けば目の前のオレンジ色の V と V の間を通ることができますよ。さあ皆さんですね、何やらそれぞれに思い思いのものを頭に身につけていらっしゃる様子ですが、さあ東京ガイジーズの皆さん、あまたちょっとね陸側向いちゃってますよ。そうですね、舵取りの方頑張って聞いてください。今皆さんも無事ゴールとなりました。お疲れ様でした。
ず、タイムは1分26秒16。1分26秒16。2着第1コース赤の旗 S3000 チャレンジ。タイムは1分53秒54。1分53秒54。3着第2コース緑の旗エネオスブリーズ。タイムは2分09秒92。2分09秒92。以上の結果となりました。はい、ありがとうございました。あ、じゃあやっぱりどちらのチームの皆さんも終わった後はやっぱりほっとした表情なんでしょうかね。そうですね、あの終わる間際に結構もう笑顔を出していらっしゃる方も多くて、そうですね、名古屋くんもマスクをしていたのでもしかすると何人かの方がこっち見ていらっしゃったので一応が聞こえていて、あともうちょっとなんだっていうね、そこの気持ちも笑顔だったのかなっていう感じもしますけれども、はい、やっぱりあの 260m ね、もう何度もお伝えしてますけれど、これ予選2回終えるともう1キロオーバーなんです。そうなんですよ、 260×4 ですからね、すごいことですよね、もうかしかもこの気温の中、ネイキの中でのこの距離を飛び切ることが、まあ、どうも。